しもーし。もしも。あれ、なんだこの音。綾野浩二くん？ごめん、聞こえちゃった。ちょうどお風呂入ってて。今終わったところだから大丈夫。驚いちゃった。寮の内線電話なんて使ったの初めてだったから。俺も驚いた。ん？いや、喜べ櫛田。お前は親善大使に選ばれた。クラスのために尽力してくれ。須藤君たちのための勉強会、堀北さん主催で。困っている友達がいたら助けるのは当たり前じゃない。だから手伝うよ。無理強いはしないが。赤点を取ったら退学なんてひどい話だよね。せっかく友達になったみんなとそんなことでお別れになっちゃうのってすごく嫌じゃない？まあ、でも一つだけお願い聞いてくれる？その勉強会に私も参加させてほしいの。そんなことでいいのか？私もさ、みんなと一緒に勉強したいし。あ、そうだ、私の携帯番号綾野浩二くんにも教えておくね。え、いいのか？クラスメートだもん。今まで渡す機会なくて、カチカサごめんね。気軽に連絡して。櫛田の連絡先。